もしかしてハートレスが増えたかな。レオンたちのところへ行ってみよう。マリン様の家だね。クラウド、何してんの。俺は今度こそ決着をつける。俺の中の闇が具現化した存在とな。なんだか、クラウド自身が闇っぽいよね。だとしたらそいつのせいだな。誰。セフィロス、見かけたら教えてくれ。うん、特徴は？長い銀髪、長い剣。わかった。じゃあな、クラウド。気をつけろ。あいつは闇こそが正しいと思わせる力を持っている。何の話？何でもない。ふん。巻き込みたくないんだ。またはぐれてどっか行っちゃわない？俺は、いや、たとえ遠くに行ってもここに帰ってくる。本当に？あ、ほら困った顔してる。うん、わかった。決着つけてきて。え？どんなに遠くに行っても、あなたの中の光が見つかればきっと帰るべき場所に導いてくれるからね。そうだな。だから私はここで応援してるね、クラウド。ああ、大丈夫かな。大丈夫。クラウドの中の光を信じようよ。そうだね。Thank you.
の人かな。レオンたちはどうしてるの？今は城の通用口の方だって。チャンス。ん？報告だ。誰？そりゃリーダーよ。そうそう、マレフィン。気にするな。私たちは平和の使者。嘘っぽい。なんだと？わかった。もういい。ごめんなさい。Thank you.
アンセムだ。それじゃあここがアンセムの部屋だね。王様は？おーい、あなたたち？人を探してるんだけど、髪の毛がツンツンの男知らない？もっとよ。部屋を調べさせてね。邪魔しちゃったわね。問題ありません。よく来たな、レオン。これか。カリはどこだ？リクは？おい、壊す気か？ごめん、ちょっと興奮しちゃった。うわあ、お、こっち喋る。捜査中のユーザーに警告する。これ以上乱暴な捜査を続けるつもりなら敵対者とみなす。誰？私は MCP、 このシステムの管理者だ。どこにいるんだよ。ドナルド！お前たちを敵とみなし逮捕する。逮捕？見ろ、